2007年8月5日、撮影2009年11月22日、撮影。ペレス・ヒルトンは、アメリカ合衆国の男性ブロガー、テレビパーソナリティ。彼のブログは、ミュージシャン、俳優、セレブリティなどのゴシップを専門に扱っており、著名人の写真に戦場的な落書きを加えて貼る、ことでも知られている。本名、マリオ・アルマンド・ラバンデーラ・ジュニア。ペレスは、 フロリダ州マイアミで生まれた。両親は共にキューバ系。1996年にベレンジェスイットプリパラトリスクールを卒業してニューヨーク大学に進学し卒業。2002年にロサンゼルスに移り住んだ。ペレスは同性愛者であることを公言している。2000年大学卒業後ブロガーとして経歴を始める前に俳優を試みた。彼は LGBT 権利組織グラッドのメディア関係のアシスタントや同性愛者の出版物のフリーライター、ニューヨーク市のクラブイベントの受付係、男性向け同性愛雑誌、インスティンクトの編集幹部として短期間働いた。彼はブログを始めたきっかけを、それが簡単なようだったのでと説明している。2004年に開始された、彼が運営するウェブサイト、ペレスヒルトンには、 セレブリティの写真が掲載され、その写真に合わせてペレスが、辛口のコメントを書いている。最も人気があるのは、セレブリティが化粧をしていない、すっぴんの写真である。サイトは大変な人気を誇り、アクセス数は、アメリカ国内だけで1日170万アクセス、世界中だと260万アクセスにも上る。彼は、しばしば、有名人を対象として、ショーの受賞式やクラブ、 個人的に出席したイベントを開設する。それは、個人的なペルスというカテゴリーで書かれ、有名人と共に収まった写真を掲載する。ヒルトンは、レディー・ガガなどの一部の有名人には、好意的だが、ディズニーチャンネル出身のバネッサ・ハジェンズや、テレビドラマ、ゴシップガールで有名になったテイラー・モンセンなど、特定のスターに対しては、あだ打ちを行う。マイリー・サイラスは、ツイッター上で、 ヒルトンが個人的に自身に不賛成を示していると明かした。彼が書く有名人のゴシップは偏った報道であるとの指摘もある。彼は自身の芸名の由来でブログでも頻繁に取り上げるパリス・ヒルトンと友人になったと主張した。例えばパリス・ヒルトンに対して否定的な報道をせず大部分のブログと違って彼女を認めている。彼は実際 彼女のポジティブな業績を称賛している。彼は他の有名人の差別的な言動に対して、こうで反対意見を述べることで知られている。例えば、ホモフォビアの言動を取る ABC、テレビドラマシリーズ、グレーズ・アナトミー・コイの解剖学の出演者イザイア、ワシントンを同番組から降板させるように要求して、それをブログ読者にも訴えた。しかし、2007年に、 ハリス・ヒルトンが人種差別的で同性愛嫌をとも取れる発言を行った際は何も取り上げなかったためにハリウッドゴシップのブロガーに批判された。ヒルトンはブログのこれを聞いてみてというカテゴリーでミュージシャンのミュージックビデオなどを取り上げ時にそのミュージシャンを昇進させる。ロンドンに拠点を置く歌手ミカの2007年頃の北アメリカにおける飛躍はヒルトンが ブログで頻繁に支持を表明したことに起因している。ヒルトンはミカも友人であると述べている。ヒルトンがブロガーを始めて半年も経っていない2005年3月11日、テレビ番組インサイダーにハリウッドで最高に憎いウェブサイトと取り上げられた。これはブログが最初に注目されるきっかけとなり、ブログアクセスが集中し一時的にサーバーが故障するほどだった。 ヒルトンは2007年7月30日表面上は何もない日であるがペレスヒルトン .com の1日のアクセス数は882万以上あったと主張した。しかし他のメディアはヒルトンの主張の信憑性に異議を唱えている。アメリカのポップ歌手ファーギーは2006年に発表した曲ペデスタルでヒルトンについて研究している。ファーギーは曲の中で 正体不明の人物がインターネット上で自分に否定的な意見を作り上げたことを非難している。2007年8月17日、独占的な引用を出展としてキューバのフィデル・カストロの死亡を発表し、自分がこのニュースを発表する最初のメディアアウトレットであると主張した。ヒルトンは数時間後にアメリカ政府当局が死亡を発表すると述べたが、そのような発表はされなかった。 そして、主要メディアは、カストロの死亡を確認することができなかった。AP 通信は、この噂が、カストロが多解した後の都市の計画について、議論することになっていたマイアミ当局の会議で、引き起こされたものであると断定した。また、フロリダキーズの道路閉鎖が噂をさらに煽った。同年9月21日、カストロは、巨弱に見えるが、 明快に聞こえることと彼の死というバカバカしい噂に関して、キューバのテレビ番組のインタビューを受けており、健在であることが確認された。2008年9月15日、テラドットコムはヒルトンをヒスパニック・オブ・ザ・イヤーに選出した。2007年10月11日、ゾンバレーベルグループに著作権侵害の訴訟を起こされた。同グループはヒルトンが、 ブリトニー・スピアーズの曲を不法に掲示したと述べた。不法な掲示は3ヶ月間にわたって続き、少なくとも10作品の完成、未完成な曲が不法に聞けた。訴訟は法的なコストとともに懲罰的な損害賠償を求めるものだった。ただし、この訴訟の原告側はスピアーズではない。2008年3月、ヒルトンはゾンバを所有する。 ソニー BGM と契約したアーティストの話題をブログ上で扱わないと発表した。しかし、訴訟が同年11月に解決された時にボイコットを終了し、ソニー BGM 所属アーティストの話題を定期的にブログに取り上げるようになった。2007年10月11日、リンジー・ローハンが飲酒運転で事故を起こした車からコカインが発見された事件について、 コカインは、ローハンの友人であるサマンサ・ロンソンの所有物であると、ヒルトンが報じたとして、ロンソンがヒルトンに対して起こした名誉毀損訴訟を、裁判官が退けた。ヒルトンの報道は CELEBRITYBABYLON.com 上で報道されたゴシップの繰り返しであった。裁判官は裁判所で CELEBRITYBABYLON.com とロンソンが、 すでに和解に達していたと知った。2008年1月23日、上級裁判所裁判官はヒルトンに賠償金として8万5000ドルを与える判決を下した。ありがとうございます。